今月1日から運用が始まった県のパートナーシップ宣誓制度で第1号となるカップルに今日岸本知事から宣誓書の受領証が交付されました。受領証が交付されたのは女性として生まれ体の性と性自認が一致しないトランスジェンダーの安西美希さん57歳と高瀬和代さん53歳のカップルです。制度は互いを人生のパートナーとする一方または双方が性的少数者のカップルが共同生活を行うことを宣言し県が受領証を交付するもので法的な効力はないものの婚姻関係にある夫婦と同等の行政サービスを受けられるようにするものです。和歌山県もやっとというかとうとうやってくれるようになってやっぱ当事者もすごくこれで生きやすくなると思います。和歌山県民がその私たちがパートナーですって、こういうパートナーがあるんですっていうことを、こうどこまで理解が広がるのかっていうのが、まあ、本当にこれからの課題だと思うんです。2人はパートナー関係の証明は病院での手続きをはじめ災害で被災した場合などに役立つのではと宣誓の意義を示し他のカップルにも制度を利用してほしいと話しました。なお今日現在別の3組のカップルが県への宣誓を申請しているということです。